ちゃん赤ちゃんです。今日はこちらです。じゃじゃーん、ちょっと裏側だけど車通りが多くてちょっと裏側なんですけど、立石バーガーさんというところに来てます。ちょっとね、見ていきましょう。車通りが多くて声があれなんですけど、これですね、誰でも立石バーガー自販機という感じで、ハンバーガーがセットされてて、なんと100円で食べれるみたいなので、今回はこちらの立石バーガーを全部一人で食べきるまで帰れませんしたいと思います。多分きつい、僕ハンバーガーこんな食べれないと思うんですけど頑張ります。そうだな、最初どれ買おうかな。焼肉バーガー、立石バーガー、チキンカツバーガー、ピザパン。立石バーガーが王道そうなのでこちら行きます。いただきます。え、これ入った？はい。おー、これどうするんだ。うん、開ける？あ、マグネットになってる、すごい。え、手作り自販機。はい、っていう感じで、まず1個目、あったかいね、ちょっと。ん？なんかちょっとあったかい気がします。ちょっと店内で食べさせていただきたいと思います。レンジで温めさせていただきます。え、何分ぐらいですか？ 2、30秒。はい。あ、これが自動販売機の裏側。お金入れて、あ、これだ、僕の100円が。すごい。あ、あったかくなった。では、いただきます。美味しそう。中身は、はい、肉肉しいお肉と玉ねぎとケチャップが入ってます。かなり肉肉しそうなハンバーグ、いただきます。うん、美味しい。トマトが結構効いててすごく美味しい。美味しい。パンがね、表面結構パリッとしてる感じで、もちもちで美味しい。うん、ラスト一口、ごちそうさまでした。それではもう1個頼みます。すごく美味しかった。今食べてる間にこちらがね、新しく作って補充されました。作りたてだ。次はどうしようかな。焼肉美味しそうだな。焼肉いきます。手作りなのかな。はい、すぐに100円が入って、では焼肉バーガー、こっち。おー、美味しそう。すごい美味しそう。それでは2つ目いただきます。その自動販売機って手作りされてるんですか？すごい、全部食べれたらなと思ってます。焼肉バーガーいただきます。なんか出てきた、豚肉かな、これ。文字通り焼肉が入ってます。これなんだろうね、ちょっとスモークの効いた豚肉かな、これ。いっちゃいます。すごく大きな焼肉が入ってる。少し野菜も入ってます。レタスとか玉ねぎとか。うん、2つ目完食、ごちそうさまでした。では3つ目食べましょう。お腹も膨れてきた。では3つ目、チキンカツバーガーが美味しそうだね、これ。でもピザパンもあるし、これ一回いっときますか。一回これいきましょう。では恒例のピザパン、こっち。おー、すごい、ありがとうございましたということで、すごい美味しそう、これ食べます。ちょっとボリューミーですね。チーズがグツグツ言ってる。オクラも入ってるんだ。はい、こんな感じです。オクラと煮干し、お魚、ニシンかと、ちょっとお肉とトマト。すごいね、美味しそう、和風な感じ。ではでは3つ目、いただきます。トーストピザ、美味しい。チーズが最高に美味しいね、これ。分かった、
マヨネーズだ。おいしい。マヨネーズトースト懐かしいな。トマトもジューシー。これおいしい。オクラ。なんだろう、ピザでいうピーマン的な感じ。すごく合いました。おいしい。ではこの魚、どっちも結構燻製な感じのお魚で美味しいね。和風だけどめちゃくちゃ美味しい。食べます。マヨネーズが最高に美味しい。ごちそうさまでした。ラスト1個食べれるかな。それでは最後です。ラスト、お腹はもう9割以上。チキンカツバーガー美味しそう。いただきます。すごい、今2個販売しました。それでは最後のチキンカツバーガー、じゃじゃん。うわー、美味しそう。大きいチキンが1個、唐揚げ乗っかってます。そしてレタスと玉ねぎと、すごく美味しそう。パンがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。それでは最後の1個いただきます。パンがめちゃくちゃ美味しいな、本当に好き。チキンが見えてきた。あ、これは美味しい。チキンめっちゃジューシーで美味しいね、これ。個人的には縦一バーガーすごく美味しくて、これも美味しい。ピザも美味しい。ラスト。完食しました。ごちそうさまでした。すんごく美味しかったです。4つ食べれました。ハンバーガー4つ食べたの人生初めてです。ハンバーガー2つまでしか食べたことないからね。最後まですごく美味しかったです。レトロ自販機だし、昔ながらのバーガー、よければ皆さん食べに来てください。自動販売機の中のコロッケバーガーっていうのがあるから、これをテイクアウトしようかな。焼肉立石ピザパン。サンドイッチがなかったんだ。すみません。コロッケバーガー1ついただきますか。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。最後1個だけまた買って帰らせてもらいます。美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまです。ちょっと美味しかったから、さやちゃんにこの立石バーガーを買って帰ります。最後のポチ。ちゃちゃーん。それでは帰ります。立石バーガーさん、ありがとうございました。この度、公式 LINE 完成しました。公式 LINE といっても僕はお友達をコンセプトにね、みんなと距離感が近く、僕もお友達の気持ちで送りますし、みんなもお友達の感覚になれるようにすっごくこだわってやってるので、こちらの QR コードとか概要欄にね LINE のリンクあるので、気軽に登録してみてください。